よーし。ダムに行くぜ、ダムに。ダム、ダム。トールちゃんが下で待ってるんでね。あの人まだいる？避難した方がいいですよ。かっこいいんだ、いちいち。よーし。ダム、ダム。トールちゃんいる？まだ。待ってる？バカみてえに。あ、バカみてえに待ってた。ずっといたの。あ、響く。なんで返事しねえんだよ、だから。できた、できた。できたから話しかけてんだよ、こっちは。よし、行こうぜ。おー。で、荒っぽくね？運転。運転荒っぽい、荒っぽい。荒っぽい、荒っぽい。安全運転でお願いします。安全運転で。酔っちゃうんで。はい。はい、進んでください。なんかまだ、青、真っ青ではないね。ダムすごい来たじゃん。上じゃん。あそこ行くの？これ何時間くらいかかんの？これ。ここから二人でドライブ？あ、すごい雪。寒そう。大丈夫かな？タイヤチェーンちゃんと巻いてる？やられるよ、カーブで。カーブでワーンって、ズルンってなるよ。奥富ダム着いた。災害二日目。一応ダムとしてはまだ機能してるんだ。あれは？どれ？どれは？あいつは君の兄さんの部屋から出てきた。あ、ほんとだ。すげえいいフォームで走り去ってった。寒くない？スーツのままじゃ寒くない？お、行くな行くな。待て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 よ。急にトールちゃんが走り出したぞ。あっち行けってこと？ちょっと一旦チェック。物がないか。この車できたの？車も特に。こっちもないよね。ないよね。ないと見た。よし、行こう。トールちゃんを追っていこう。こっち行って、違う違う違う、こうか。こうで進んで、ここの部屋は？これ入れない。入れない。鍵がかかっていて開きそうにない。こういう裏は特にないか。あ、登った、登った、登ったけど何もない。よし、ちょっと下行ってみる。ほらほら、危ない、危ないけど、なんかあった、回路でしょ。よし。よしよし。よしよし。おいで。上に行って、お、なんか、あ、なんかあった、なんかあった、なんかあった、なんかね。ヘルメットか。猫耳の方がいいな。一応取得だけしといて。やっぱ猫耳かわいいもんな。これは外したくないな。本当災害時はヘルメットの方が絶対有能だけどね。だが、しかし。おそらく違う子にはこれが今、合っている。なんだろう。パンフレット。奥富ダムのパンフレット？何これ、重要かな？ちょっと読んでみる。読むとかできるかな？これか？ん？違うな。情報か。読む。あ、これだ。何？富坂市が世界に誇る迫力の建造物、奥富ダム。あ、やっぱ一応ここら辺ではこう有名な、ちょっと、あれなの、観光スポットみたいなことなのかな？黒部ダム的な？富坂市を一望できる豊かな自然に囲まれた奥富ダムでは、皆様の、来訪を心よりお待ちしております。と。以上。か。うーん、相当だからここには事業として力を入れているのかな？あ、なんか、しまった。ちっちゃいな。なんだこれは。100円ライター。はい。で、あ、外に。リサイクルボックス。こんなとこに来る他の人いんのかな？もちろん何も入ってないよね。そうだね。いらないアイテム一応置いとくか。もう食事はしない。ヘルメットとかもいらないよね。で、
わかめスープはお守りで持っとこう。わかめスープ好きだから。セーターが着れないから、一応置いとくか。あとはジャケットって何？あ、これもいらないな。いらない。今着てるもんな。で、ジャージズボンも、今は何履いてんだ？あ、サンタ系か。ほうほうほう。スニーカーも、いらないけど、ちょっとなぁ。サンタスカート、あ、そうか。ここでちょっとジャージとかに着替えたいなぁ。なんかやっぱ、ジャージの猫耳がいいなぁ。どうでもいいよね。どうでもいいけど、ちょっと。やっぱなんかね、この子ジャージが似合う気がするんだなぁ。かわいいけどね。上はジャージか。これを、ジャージズボンに変えて、で、なんかじゃあスニーカーにしたい。ほんで。サンタブーツもスニーカーにしたい。こっちにして、で、こんな感じじゃない？で、このヒョウ柄のコートもな、なんかな、違う気がするけど、でも、こっちの方があったかさは守れるから、これはつけとくか。一応ね、猫耳でヒョウ柄っていう猫系のね、猫系の感じで、見させてもらってるからね。こっちは。で、ここで、でもここにあるってことは来る人いるんだってことでいい？それを信じていい？回路も一個。置いて、サンタスカートも置いて、ブーツも置いて、こんなもんかな。100円ライターも被ってんじゃん。そんないらないよ。コンロもいらない。ゴミ袋もいらない。黄色い傘も一個いらない。これで、あ、間違えた。これで、こんなもん？こんなもんかな？よし。これで、あと一回温まってくか。温まって。で、温まって。よし。トールちゃんどこ行った？ああ、踏ん張れ。踏ん張らなくても大丈夫。ムービー。うわー、落ちた。急に崩れ出した。おお、お道具さん。お道具さんがスイッチを押したぞ。ここで控えてたお道具さんが何時間待ちの。急に、もうここぞとばかりに仕事をしだした。おい、ダム壊れちゃったじゃん。こっち行けば。一応閉ざされたってことね。お道具さんが張り切って今、もうこの寒い中ずっと何時間も待機して。あー、なに、危ない。危ない？危なくない？これ、早く行った。あー、処理落ち。遅い。死んじゃう。こっちかな。よし。急げ。なんか急いだ方がいい気がしてきた。何にもないね。よし、登るぞ。暴毒さんやりすぎです。暴毒さん。警察呼びますよ。危ない！おー、落ちてんじゃん、半分。あー、黄色い傘預けてきちゃった。くそー。破損した。やばいけど、こっちもちょっと一旦、ちょっと待って、危ない。この先がね、ないとかで、ね、落ちる可能性が。ない。あ、なんかあの先にあるじゃない？あの先に。いいアイテムが。これなんで、こっち見たい。あ、ほら。ダムだからね。いや、ウニの方が、意味わかんなくていいけど、まあ、一応、取得して、装備しておきましょうか。よし。ここから急にグイーンってなるから、見にくいんだな、方向が。それでこっち登ると。こっち登ると。やっぱジャージが一番似合ってる気がする。踏ん張らない？どっち？急ぐやん。お、いけた。意外に大丈夫だった。回避できてたんじゃないか今。なに？あ、崩れた。うわー、大道具さん。誰かいるよ、そこに。うわ。誰かいるよね。はーい。あれ、さっき。はーい。誰かいるよね、あれ。人だよね。ほら。
何やってんの、何やってんの、あれあれ銅像、銅像じゃないよね、ああいうモニュメント、ちょっと見えない、こっちが見たい、こっちを見たい、なんかあの色が変わってるとか怪しいんですけど、ここここここ怪しいんですけど大丈夫、落ちない、ほら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 、あーこけた、こけるポイントかよ、落ちるかと思った、何ちょっと違う違う違う、なんで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 いけないの、行って行って、何何、次はどうした、何嘘でしょ、やっぱりあの色が変わってるところから落ちた、あやべ、何音楽音楽音楽で、とりあえずなんかさ、一発でいけたのすごいんじゃない、もしかしたら、こんなことない、みんないける、うわすごい高いとこ来てた、いつの間にか、大山さんはあの黒い服の男は北の水の守り神って、青山、青山徹ちゃんどこ行った、うん、どこ行ったん、あいつ着いた瞬間走り出してどっか行っちゃったじゃん、あやべやべやべ、しえ、やだ、今のはやだ、え、どっから、なんで、なんであそこ柵ない、あ、よかったよかった、こっちは行かない、こっち、こっち、なんか、うーんって、なんでここあんのにさ、そこだけなかった、腹立つ、腹立つノリだわ、マジで、すいません、あやま、一応謝っときます、代表で、あ、なんか矢印あった、矢印あった、お、救急セット、もう救急セット。これなんかラスボス感すごいね、ここ。ここで戦うんじゃないの？なんか。戦いそう。これ何？あ、これジオくんじゃない？これ顔はめパネルじゃない？あ、はめたい、はめたい、はめたい。はめようぜ。あ、なになに？なになに？はめようぜって。はめようぜって。あ、しら。穴が開いている。顔入れてみようよ。そうだよね。これ二人とかで行くからいいんだよね。一人ではめてもこうなるよね、そりゃ。ごめん。なんかごめん。おそらく違う子ごめん。おそらくそれも違うよってことだったんだね。こっちないかな？こっちじゃない。こっちじゃない。戻された。こっちじゃないけど、どこ行くじゃん。この建物の中に行く？やばい、傘ないから濡れてきた。ちょっとなんか使おっか。せっかくだから。カイロ使うか。よし。どこ行けばいいの？え、どこ行けばいいの？え、この建物の中入れないよね。なんか道を誤った？そっちなんか橋がある。どこ行ける？こっから来た？ん？こっちか。ここか。これか？行けない行けない。危ない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 ！だから、柵がなんでそこないんだよ。なんでそこに柵がないの？建設した人、問題ありですよ。この建設に。構造に。救急セット拾って。もう顔はめなくていいか。つっかかな、つっかかな。拾って。で、こっちから来てから、建物の方には何もないし、こっちではないわって言われたの、こっちか、こっちじゃないわねって言われて、知ってる知ってる、でこっち側だったかな、そうだそうだ、こっちだこっちだ、で回路も使ってないことになってる、おうおう、使っとこう、
傘がなくなったら一気に濡れるもんね。よしよし。あそこマジでなんで柵ない？絶対これ落ちて、わ、落ちた落ちた、へへ、引っかかったぜって制作者は思って、危ないって。こっちか、こっちだな。おお、安定の何もない。え、これあったまりポイントだっけ。何もないじゃん。とりあえずあったまるか。あったまった。で何、何にもないんだけど、この部屋行き止まりなんだけど。何この荷物、荷物っぽいやつ。台車がある。お、動かすんだね。っていうことは、あ、こうやって、あ、こうか。よし、動いた動いた。あ、この下だな。ハッチだな。ハッチを。ここよ。おう、開けろ、開けろ。開けて。うわー、これすごいじゃん。んじゃないよ。え、あれ？手は？あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。これってさ、手錠あったよね。これさ、してなくない？これし、え？いける？え、手錠は？本当にあれ、趣味でつけてたから取り外し可能だったってこと？手錠。おい。おそらく違う。これ手錠、あれ？いつか取ったっけ？外したんだっけ？あれ？ちょっと謎なんですけど。これなんかあれかな？スネークイーターって歌いたくなるね、この間に。何？なんか落ちてる。あれ？手錠ちょっと。あの格好ってしてるよね？してないの？なんか取った。データディスク。あー。これが、お兄ちゃんが私に託したかったもの。え、っていうか、お兄ちゃんなんでここに置いたん、それ。部屋に置いとけばよかったことなんじゃないの？あ、でも他の人に取られちゃいけなかったのか。ディスクには手書きの手紙が添えられている。読もう。もし、何この音楽。このディスクを見つけたのが、お前だったよ。うん、お前だったよ。何これ、なんとか小説の、なんとか、なんとかみたいなやつ。この手紙を見たときには、俺はもう、どんなことしてたん、お兄ちゃん。だから、すまない。お前にどうしても頼みたいことがあるんだ。生きてて欲しかったよ。俺は悪魔の研究に力を貸してしまったんだ。何、悪魔の研究ってどういうこと？このディスクにはマジでその悪魔の力から世界を救う方法が記してある。そんなことよりお兄ちゃん生き返らないの？お兄ちゃんが生き返ってくれた方がよっぽどいいんだけど、その世界を救うとかどうでもいいから。同僚のネギシという男に渡してほしい。同僚のネギシ頼んだよ。同僚のネギシの写真をください。同僚のネギシ、どこ探せばいいんだ。追伸何？お前に送ったオルゴール、その曲は気に入ってくれたがいい。お前の幸せを祈っているよ。わあ、やだ、泣いちゃう。泣かないけど。おそらくサトシ。なになに、悪魔の研究ってなんだろう。いつの間にこんな場所にこんなもの。同僚のネギシってオルゴールの曲気に入ってるよと悲しむ。え、全部気になる。いつの間にこんな場所にこんなものを、は一番気になる。いつの間にこんな場所にこんなものを。そうだよ、そのそれがすごい気になる。あ、他の選択肢は選ばせてもらえなかった。え、ほんでどこ行く。あれ、ここもこれだけのディスクがあっただけのこと。そういうことは、街が見えると。あ、ここがまあ観光名所みたいなことだったんだもんね。いや、これ戻らなきゃいけない。だから手がさ、
てかどうしちゃうそれ。取り外し可なの手錠。マジで趣味なの。趣味でつけてんの。だったらもう外そう。この危機が、危機なんて絶対絶命なんだから。その時ぐらいは外そう。そういえばこの人刑事に追われてたんだよね。あの警察の人は、そういえばもう明らかに来なくなったけど、後半から追ってこなくなったけど。これ戻ったところで行くとこなかった気がするんですけど、そんなことない？そんなことない？ちょっとここでじゃあ一旦温まって。でもこれラストっぽいね。ラスト臭い。温まって、じゃあちょっと今回この辺にして、多分次でもネギシーがな、なあ、ど誰だろうな。すいません、ちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃいました。じゃあ今回ちょっとこの辺で終わりにして、また次回、よろしくお願いします。よし、じゃあネギシを探したい。ネギシにこのディスクを渡したいのだが、こっからとりあえずこの部屋は出てって戻るしかないよね。戻るしかない。あ、なんか進んだかな。あ、なんか進んだ。おーい、あ、お前どこ行ったんだよ。急に走りやがって、この鼻眼鏡が。変な姿。あったかそうなんだけど、変な姿。何か見つかりましたか。何、なんか雰囲気違わない。アーマさんどこにいたんですか。ディスクは見つかりましたと素直に答える。何も見つかりませんでしたとからかう。うーんともったいつける。え、この人がネギシってことはないよね。なんか怪しい。ちょっとどこにいたんですか。どこにいたんですか。本当だよ。いや、急に走って。心配かけてすみません。そんなことより、え、なんか怖い。ちょっと僕の質問に答えてもらえませんか。ほら、何か見つかったんでしょう。なんか違う。ちょっと待って、こいつ悪か。悪か。うわ、なに急に。ちょっと手に持っているものを渡してください。なにその触り方。え、なに、どうし、ちょっと危ないから、はい、わかりました。危ないもんだって。素直ないい子だ。俺にこのナイフの味を教えてあげるよ。え、それ甘いの？それ飴でできてんの？もしかして飴でできてってほしい。味ってことはそういうことでしょ。飴でできてて、飴かチョコ、その銀紙を取ったらチョコになってるやつにして。マジで。遅い、青山。あ、誰。あ、さっきの男、スーツの寒いかろうに上着を着た方がいいよ。お前はネギシ？あ、こいつがネギシ。こんにちは。こんにちはって知ってる？こんにちはネギシ。こんにちはネギシ。え、ディスク渡しちゃった。ネギシ？あ、これダメ？お兄ちゃんの手紙にあった。この人が。じゃあこの人悪くないってこと？ネギシ、同僚のネギシって言ったってことは、お兄ちゃん殺したのはこいつじゃないじゃん。ネギシじゃないじゃん。え、待って、ちょっと待って。製薬会社の研究員風情が。同僚の敵討ちのつもりか。何幕末なの。何急に、なんか何、戦国の感じ。貴様、兄だけでなく妹まで殺す気か。あ、え、マジで。ちょっと待ってこいつが殺したん、兄。え、ふざけんな、マジで。なんだよ、あんなコートなんか着させてやるんじゃなかった。ちょっとネギシの目がちょっと獣の目。え、何、青山さんが。マジで。兄ちゃんと。え、本当？ちょっとどういうこと？僕たちを裏切ったお前の兄貴が悪いんだよ！裏切った？何？全然わかんない。僕たちを裏切ったお前の兄貴が悪いんだよつって、こいつ、お兄ちゃん殺したん？あ、なんか出た。噛みついてやる。肘打ちを食らわす。足を向き踏んでやる。泣いてやる。根岸に意味ありげな見くわせをする。青山さんずっと好きだったのと告白する。アブのナイフ。いや、舐めてみよう。もしかしたらだってこれ甘い可能性あるよ。味を教えてやるって言ったでしょ。だから舐めて確かめようぜ。何をしている。ネギシが困惑。何をしている。ネギシが困惑。甘いの、しょっぱいの。何、こっち。変な真似をするな。あ、どうやら飴でもチョコでもなかったらしい。この女、殺してやる。え、やめて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 。お前ふざけんな、マジで。
鼻眼鏡して、あ、なんかカキって、あ、ここで手錠が生きてくる。うまいじゃん、上手。あ、危ない危ない危ない、なんか揺れて、揺れ出した、揺れ出した。あ、危ない危ないぞ。何かに捕まれ、何かに捕まれ。何がある、何、あ、あの通る、通る、こいつ、こいつ捕まる、あ、これに捕まるってこと、これに捕まらしてよ、捕まらして、捕まらして。どうやったら捕まんの、捕まれないんだけど。あー、開いちゃったメニュー。え、捕まれないんだけど、どうやったら捕まれる、こいつが邪魔で捕まれないんだけど。え、捕まれないんだけど、え、どうやったら捕まれるの。あ、できたできたできた、吹っ飛んだ吹っ飛んだ吹っ飛んだ、あいつ吹っ飛んだ。これあいつ死、ふざけんなマジで。踏ん張りボタンを押せばよかったんだね、今の。つかま、全然つかまれなくて、あ、危ない。あ、ネギシは助かった。あいつは、くっそが。あ、助かったね。おそらく違う子助かったよ。あれ、あいつは鼻眼鏡のあのクソ。あー、いい気味だ。こんなところに。危ないよ、お前も。そんなとこに立ったら。何？よくもお兄ちゃんを許さない。あなたを信じたのに。あなたは最初から怪しいと思ってたのよ。よくも私を殺そうとしたんで、ずっとあなたにはイライラしてたのよ。私の愛を受けられないってどういうこと？なんかまず、ちょ、急展開すぎる。なんか、いいやつと思ったけど、急に、全然疑ってなかったけど、怪しいと思ってたよ。最初から怪しいと思ってたのよ。本当は思ってた。本当は。いつから気づいてたんだ？僕の演技は完璧だと思ったのに。演技してたんだ。そりゃそうだよな。全然変わったもんな。よくも。お兄ちゃんは。本当だよ。お兄ちゃんの敵を撃つ。だけど、手を差し伸べて助けあげる。このまま放置してたし、死さる。いや、敵を撃つよ。それはもちろん。許さんよ、そう。やめろ。もうグリグリ、グリグリしてる、グリグリしてる。やり方がすごい、やり方が、もう、やり方がひどい、えぐい。あ、おしょおしょ。あ、結構あっけなく。やばい、本当の犯罪者になっても、これは違うよな。誰も見てないし。わー、目、目、その目。やばい。目がやばい。何の感情も。あ、ネギシ。こんにちは。こんにちは、ネギシ。あ、やばい。あいつくんじゃねえ。お前っつって、なんとかなんとかげ、殺してやるみたいな。本当に逮捕されないよね、今のやつで。助けなかったからみたいな、ないよね。お、ネギシどうした、雪をつか、あ、ディスコ、あ、終わった。青山さん、えって、青山さん、えって、あいつだって落として死んだじゃん、おそらく。違う、え、どういうこと？無実の罪を着せられて、警察に命も入れられ、崩壊した町を一人で逃げ戻っていた私は、あなたを優しくしてくれました。そうだよ、すごい優しくてさ、ピグレットみたいな。ちょっといい感じだったもんね、二人。そうだ。私は歩き始めました。おお、歩き始めたのか、本当の犯罪の道へと行ったのか。歩みはどちらだ。さよなら。うわー、私は歩き始めましたってどっちだろう。いい方に歩いてってほしい。おお、おそらく違うか。青函タイプ2の A。おお、一番いいやつじゃない。おお、あったまり返す。おお、宝石も取ったね。お、これ終わったじゃん。あ、セーブします。あー、これ終わって、次は誰なんだろうか。次は誰なんだろうか。セーブして、長いわ。これさ、セーブしたら次の主人公出てくるよね、きっとね。それを見たいな。これで終わりまして。いやー、まさかだよ。なんだよ、トールちゃん。ん？データがありません。どういうこと？セーブします。
おそらく変。おそらく違う子。で、戻る。これ終わった。おー、出た出た。おー、なになに、これなんだ、なにこれ、拓殖アキラ、なんて読むのこれ。タクシー運転手、転職経験3回。年齢じゃなくて転職件数が出た。あ、件数じゃない、経験が。転職経験3回。あれかな、ちょっとあれかな、ちょっとなんかチャランポランしてる感じ。あの、仕草から言って。じゃあ、ちょっと、あれだな、ちょっと超短くなっちゃったけど、今回これで終わりにして、次回はこのタクシー運転手編に行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに！イエイイエイ！